阪急今津線。今津線は、兵庫県宝塚市の宝塚駅から、兵庫県西宮市の今津駅までを結ぶ、阪急電鉄の鉄道路線。六甲山地登録を通る路線で、沿線には、住宅地が広がり、大阪、神戸方面などへの通勤、通学路線となっている。運転系統が分断されていることから、西宮北口駅を境に、 北側の宝塚駅西宮北口駅間を言わま北線北線南側の西宮北口駅今津駅間を言わま南線南線と呼ぶことがある正式な起点は宝塚駅だが列車運行上は今津駅から宝塚駅へ向かう列車が下り逆方向が上りとなっているキロポストは 宝塚駅からの距離の表示となっているが、下り線の進行方向左側に設置されている。宝塚駅を出た列車は、宝塚本線とすぐに分かれ、眼下に、宝塚歌劇団の本拠地である、宝塚大劇場へ続く花の道を見下ろしながら、高架線を進む。宝塚ファミリーランドが営業していた頃には、車内から子供たちでにぎわう園内も眺めることもできた。 やがて線路はカーブを描き、宝塚音楽学校と宝塚大劇場の間を、かすめ、向こを渡るとすぐ、宝塚南口駅に到着する。行楽地の雰囲気はこの駅で終わり、宝塚南口駅を出て、高架を降りると生活路線色が濃厚になる。坂瀬川駅、小林駅と、閑静な住宅地の中を進むと、二川駅の手前で左手に、阪神競馬場が現れる。 競馬の開催日には、駅は活況を停止、レースの規模に応じて、今津線列車が増発される。二川を出ると、旧型車を苦しめた下り坂を駆け降りて、西宮市に入り、関西学院大学、西宮キャンパスの最寄り駅である高等園駅に至り、山陽新幹線をくぐりつつ、平地の中を進むと、薬よけの寺、門戸役人の最寄りである、門戸役人駅に着く。次の駅が、 北線、南線の分かれ目である、西宮北口駅である。高東円駅から、西宮北口駅までは、カーブがない線形となっている。今津線は、今でこそ、この駅で、神戸本線に線路を分断されているが、1984年まで、平面交差で、神戸本線を横切っていた。なお、神戸線梅田方面へ向かう列車は連絡線に入る、ため、この駅は通過する。 分断されてから現在に至るまで、南線の編成量数は、北線の半分の3両であり、ワンマン運転が行われている。また、西宮北口駅の南線ホームが高架化されたため、終点の今津駅まで全区間が高架となった。列車はその高架化されたホームを出ると、阪急西宮ガーデンズを横目に見ながら南下していく。JR 神戸線、東海道本線を越えると、 阪神国道駅で、駅はその名の通り国道2号線に面している。その次が、阪神本線との乗り換え駅である終点の今津駅だが、駅間距離は、阪急電鉄では最も短い700メートルしかなく、直線であるので互いの駅同士が肉眼でも、見通せるほどである。阪急の今津駅は、高架化されるまでは、阪神今津駅の北側に並んで設置されていたが、 あと200メートルほど北側に移動した際、阪神の駅とは直角上に設置するよう変更された。阪神の駅に比べて小規模である。1984年に西宮北口駅で線路が分断されたため、以降は宝塚駅西宮北口駅間の今津、北線、旧西宝線と西宮北口駅今津駅間の今津、南線の 各区間で普通列車の折り返し運転を行ってる。普通については、今ず、北線では、日中は10分間隔だが、平日朝ラ主事は4から7分間隔、平日夕方から、夜間は6から8分間隔、と、休日夜間は12分間隔で、今ず、南線では、日中は10分間隔だが、平日朝ラ主事は6分間隔、平日夕方から、 夜間は7から8分間隔、と、休日夜間は12分間隔で運転されている。今ず、北線に限り、土曜ダイヤと休日ダイヤを統合して、土曜、休日ダイヤに一本化した後も土曜朝のみ普通を増発していたが、2006年10月28日のダイヤ改正で一時廃止された。しかし、現在は、沿線の各学校の長期休暇時を除き土曜朝に、 普通の増発が復活している。西宮北口駅構内には、神戸本線と言いまず、北線を結ぶ、連絡線、9号線があり、これを使って、平日朝ラッシュ時に、宝塚発梅田駅の準急が運転されている。今津、北線内は、門戸薬人駅まで各駅に停車する。この列車の宝塚駅から、梅田駅までの所要時間は、約35分で、 この列車の方が、宝塚本線を経由するよりも6から10分程度短い。また昼間時を中心に、宝塚本線の急行と神戸本線の特急が、同時に梅田駅を発車しても、実際には、神戸本線の特急で西宮北口駅まで行き、今ず北線に乗り換えた方が、宝塚本線の急行よりも宝塚駅に着するという現象が起きている。さらに、 距離も宝塚本線では 24.5km に、対し、西宮北口経営だと 23.3km となり、宝塚本線より 1.2km も短い。両駅間の距離は異なっているが、運賃は共に280円である。これに加えて1995年6月12日から2001年3月9日までは、平日夕方にも、 西宮北口駅の連絡線を経由する、梅田発宝塚駅準急が運転されていた。ただ、今ず、北線の途中駅では、新川駅、宝塚南口駅を除いて、下り線ホームの有効長が足りず、8両編成では対応できないため、同列車は6両編成で運転されていた、上り線ホームは全駅とも8両編に対応している。 阪神競馬場での中央競馬開催日に限り、場外発売日は除く。今ず、北線では、臨時ダイヤを設定して15時から17時台に、普通の増発が行われるほか、二川発梅田駅の直通臨時急行が運転され、二川駅梅田駅間を約20分で結んでいる。塚口駅と13駅のみが、停車駅として設定されており、今ず、 北線内を走行する営業列車の中で唯一、線内の駅を通過する。かつては、上下ともに、臨時急行が運転されていたが、2006年10月28日のダイヤ改正以降は夕方に、二川初梅大木のみの運転となっている。また、GI レース、特に大賀賞、宝塚記念開催日など利用者が多い日に関しては、午前中を中心に、 西宮北口駅、二川駅間の普通列車が増発される。阪急では、慣例として、GI レース開催前の1週間、開催日含むは、そのレースの前年優勝場をあしらったヘッドマークを取り付けて運行している。2018年の場合、宝塚記念開催前は佐藤のクラウン、安城、ミルコデムーロ、阪神ジュベナイルフィリーズ開催前は、ラッキーライラック、安城。 石橋治があしらわれた。2009年秋から嵐山駅直通臨時列車が降落期の特定の土曜、日曜、祝日についた地域往復の運転を開始した種別は臨時がこちらは2010年春から新たに直通特急の種別が与えられ直通対応編成には専用の種別幕が装備されている。今津線における特急の運転は 1968年に廃止された過激特急以来となる詳細は阪急京都本線または上京、京宝特急の項目を参照。線内の停車駅は準急と同一である。なお、西宮北口駅の連絡線、9号線ではホーム位置の関係上、旅客の乗降の取り扱いは行われていない。神戸本線と直通する列車は同駅を通過。 運転停車扱いとしている。西宮北口駅を通過する列車は、この神戸本線、今津線を直通運転する準急臨時急行直通特急だけである。大阪、神戸方面からの乗り入れを考慮して、神戸線と同じ規格で建設されていたことから、600系以降の大型車も戦前の早い時期から入線していた。また、 神戸線との輸送量の格差を緩和して40.9096の各形式のように同線での運用を念頭に入れて導入された形式もある。戦後は1952年以降宝塚線、車両大型化の過程で捻出された小型車格形式が入線し、1960年代前半には一大勢力を築いた。 これらの小型車は1967年10月8日に実施された神戸線の河川電圧1500ボルトの昇圧を機に一掃され、1960年代末から1970年代前半にかけては600.61例の両形式が主力として運用されていた。前身である阪神急行電鉄により、宝塚駅西宮北口駅間が 放線として開業。今津までの全通時に、今津線に改称した。阪神急行電鉄の前身である、美濃有間電気軌道が、路線付設の特許を取得した時は、門戸役人東高寺より西へ向かい、現在の阪神本線高路園駅あたりを終点と、することになっていたが、神戸線の付設に絡んでまず計画が、西宮北口駅を経て、西宮市街までと変更され、 さらに二度目の修正で、阪神本線と共に、今津駅を新設し、それと連絡を図る計画になった。なおこの際、神戸線との交点になる、西宮北口駅には直角平面交差が生まれた。これについては講述する。阪急総水の小林十三の指導により、大正から昭和にかけ、高等園や高火税園に代表されるように沿線の住宅開発を行い、さらには、 大阪、神戸方面へ向かうのとは逆方面の定期客需要を求めるべく様々な学校誘致も行った。関西学院大学や神戸女学院大学が神戸市から西宮市の道線沿線に移転したのが典型的な事例で戦前の段階で今津線は通学路線と化すことになった。しかし昭和中期までは宝塚線の池田宝塚間ともに特に 宝塚側の各駅の乗客数は限られていた。坂瀬川駅や小林駅のプラットフォームは戦前は1両、単行分しかなく、2両編成の電車が通過していた。戦中、沿線に軍事工場ができたこともあり、にわかに利用客数が増した。百四十三年十二月十五日から百四十五年九月十一日までは、小林駅二川駅間に、 それら工場への通勤客の支弁を図るため、カシオ駅が設けられたりもしている。また、今津駅では1928年から、阪神本線とホームが隣り合うようになっていたが、軍の要請で丹波橋駅における奈良電気鉄道線、現在の近鉄京都と京阪本線の接続と、同様、貨物輸送を考えて、阪神本線との間で線路が一時的に、 接続されたことがあった。しかし、終戦後の1949年に、今津線の電車が暴走して、阪神本線に侵入、救助川駅まで走行するという事故が発生したこともあり、再び分断された。阪急今津線暴走事故を参照。なおこの事故は、新聞で阪急電車が大暴れ、阪急、阪神に殴り込みと風刺されて報道されたこともあり、後には、 殴り込み事件と呼ばれるようになっている参照。1995年1月17日の阪神、淡路大震災では、高東園駅南で交差する山陽新幹線の高架橋と門戸役人駅西宮北口駅間の国道171号線の橋桁が線路上に落下。また宝塚南口駅北側では、西宮北口駅列車が脱線し、 これら3件の被害で不通となったが、同年2月5日に全線復旧した。2007年には、西宮北口駅周辺で行われていた、西宮市の土地区画整理事業の一環として、阪急西宮スタジアム跡地の再開発事業、阪急西宮ガーデンズ建設工事に合わせて、西宮北口阪神国道間の高架化工事が開始され、2010年に工事は完了。 同年12月5日の西宮北口駅5号線、高架ホーム共用開始により、今津、南線は、全線が高架化された。また、同時に、線路設備の規格向上により、今津、南線のダイヤ変更が行われ、西宮北口駅阪神国道駅間の所要時間の短縮などが行われた。今津駅が二十秒短縮、西宮北口駅が十秒短縮で、に、 所要時分3分20秒に。なお、高架化工事にあたっては、2009年1月17日より、西宮北口駅阪神国道駅間の、内東海道本線、JR 神戸線との交差部分北側にわたり、ポイントを設置して500メートルほどを単線化した。またこれに合わせて、西宮北口駅では5号線を閉鎖した上で、改装線である8号線に仮設ホームを設置していた。 ただし案内状は、5号線ホームの間。神戸本線と接続する、西の宮北口駅構内には、かつて同線と線路が十字型に交わる、平面軌道交差、ダイヤモンドクロスがあった。今ずまで延伸したのが1926年と古く、列車自体が短い編成であったことから運行上、さほど支障はなく、このような形態を取った。しかし、 戦後の経済成長に伴う列車の増発、長編成化により、ダイヤモンドクロスの存在が、ダイヤ作成上で最大のネックとなるようになった。今津線のダイヤは、神戸本線に合わせねばならず、ダイヤモンドクロスを横断する、西宮北口駅今津駅間は、平日日中は10分間隔であったが夕方、ラッシュ時には12分間隔と、逆に夕方ラッシュ時に運転間隔が間延びするという、 状態が続いていた、宝塚駅西宮北口駅間は、神戸本線を横断しない形の区間運転があった、ため、このようなことはなかった。今津線には、高等園駅二川駅間に、阪急電鉄の路線の中では最もきつい部類に、入る33.3パーミルの急勾配があり、現在ほどモーターの性能が良くなかった時代の車両に、とってはこの勾配の存在が、大きな単となっていた。 そこで、今津駅から西宮北口駅も含めて、新川駅まで連続立体交差化して、この急勾配を解消する計画が立てられたものの、後にモーターの性能が向上したことや、山陽新幹線の開通により、高等円駅付近が高々化となること、西宮北口駅周辺で宅地化が進んだため、同駅周辺では高架化の際の仮専用地が確保できなくなったことから、 神戸本線との立体交差化は困難となった。加えて1980年代に入ると、輸送力増強のため、宝塚本線、京都本線ではすでに実施されていた列車の重量編成化を、神戸本線でも行うこととなったが、西宮北口駅のホーム延伸が限界に来ていた、大阪には、西宮車庫、神戸方には、踏切があったことや、 ダイヤ状のネックを解消する目的もあり、同液改良、共状駅車化工事に合わせて、高架化が不可能であった、今津線を1984年にやむなく分断した。そして現在に至るまで、南北の線路は分断されたままの状態が続いている。ただ、分断によって、西宮北口駅今津駅間では、増発が可能になり、2001年3月のダイヤ改正後においては平日ラッシュ時に、 最短6分間隔で運転されるなど、利便性の向上というメリットも発生した。なお、西宮北口駅2階コンコースには、将来の路線高架化を見据えて確保されたスペースが、京上駅舎化された当時から存在している。ただし、1995年に、今津駅が高架駅となった際に、同駅ホームの有効長が4両編成までとされた、ことや、 西宮北口駅5号線ホームが高架化された際にもホームがコンコースと同一階、二階に設けられことから宝塚駅今津駅間の直通列車復活は非現実的となっている宝塚駅の高架化工事の際に工事中の仮線用地の確保が困難であったことから1990年9月30日以降の宝塚駅宝塚南口駅間において やむなく単線運転が実施された。日中のように10分間隔では、ダイヤ上は支障がないものの、本数の多いラッシュ時では運用に限界があったため、複線運転が再開されるまでの期間中は、通常の宝塚駅西宮北口駅間の全線通し列車のほか、朝夕のラッシュ時に宝塚南口駅西宮北口駅間の折り返し運転を行う列車が設定され、 その数は、ダイヤの半数弱を占めた。また、同列車の運転により補助が増えたため、方向膜を装備する車両については、補助防止のために、行き先方向膜を、青字のものへと順次変更し、対応がなされた。工事完了後は、同区間で折り返し列車は設定されず、各路線の列車においても特殊なカラーが施された、行き先方向膜は、用意されていない。なお、 1969年から1971年の宝塚南口駅の高架化に伴う単線運転実施のため、坂瀬川駅折り返し列車が運転されたこともあった。また、阪神国道駅まず駅間の高架化の際も同様に単線運転が実施されたが、こちらは同区間が単線運転でもダイヤ上は支障がなかったため、特に目立った案内はなされていなかった。 こうした暫定単線運転の例は、近隣の路線では、阪神西大阪線、現在の阪神南波線でも行われた。全駅兵庫県に所在。駅番号は2013年12月21日より導入。累計営業キロは今ず、北線から通算。全列車各駅に停車。今ず、北線は、有川博の小説、阪急電車の舞台となった。 また、2011年には、阪急電車片道15部の奇跡というタイトルで映画化され、沿線及び各駅や当線を走行する車内などで、ロケ新撮影が行われた。路線そのものが舞台になるわけではないが、神戸、武蔵の短編小説、決戦、日本シリーズでは、プロ野球日本シリーズにおける、架空の阪神対阪急線を、今津線シリーズと呼び、 作中でファンを加熱させている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。